ゼリーエースゼリーエースはハウス食品が製造を販売するデザート用即席食品。日本でも高度成長後の1960年代から一般家庭にも冷蔵庫が普及し、1970年代には冷凍室を備えた二度ア式冷凍冷蔵庫が普及した。こうした世相を受け、子供でも手軽におやつを作れて食べて楽しめるデザートのもととして、1960年代。 後半から発売されたものである。発売以来半世紀を超えるロングセラー商品となっている。このコーデは、ゼリーのもと、ゼリーエースの他に、同時期に、粉末のパウダーデザートシリーズとして発売された、姉妹品、プリミックス、プリンエル、シャービック、その他の同社のデザート製品についても触れる。いずれも無果汁プリンミックスプリンエルとも、卵原料を使用していないため、 卵アレルギーがあっても食べられる。ただしいずれも原料に乳成分を含むため、牛乳を使わないプリンミクスであっても、乳アレルギーがある場合は食べられない。また、商品名は、プリンだが、牛乳と卵液を混ぜたカスタードを熱して凝固させた、プディングではなく、ゼラチンで冷やし固めるもので、厳密には、カスタードプディングではない。黄色い色は着色料によるもの。 プリンミクスプリンエルの詳細については、公式サイト、商品一覧プリンを参照。ありがとうございます。